皆さんこんにちは、佐賀キャットしてございます。1時半を回りましたね。7月は12日の水曜日でございまして、日経平均はマイナス185、ちょっと戻してきましたね。ドル円は変わらず 139.699 と、香港プラス215というところですね。はい、原油 74.91 と結構ね高いですね。ドルウォンは同じようにですね、ウォン高 1289.54 というところでございまして、その本題はウォンの国の話でございまして、中央日報、今日12日の10時5分といいますから、今から3時間ぐらい前ですね、3時間半ぐらい前に出た記事でして、韓国北朝鮮からの未償還残高1兆3326億ウォン、84回督促も無視というタイトルを聞いてます。何かなと思ったら、韓国が北朝鮮から償還されない可能性が高い対北朝鮮借款規模は1兆3326億ウォン、約1440億円と集計された。政府は84回も償還を催促したが、北朝鮮が事実上無視で一貫し、国民の血税が漏れているという指摘が出ている。韓国輸出入銀行は11日にユ・キョンジョン国民の力議員室に提出した資料によると、6月末基準で対北朝鮮借款の元金と延滞利息合わせた規模は10億1995万ドル。これドルベースなんでしょうかね。約1兆3326億ウォン水準。2000年の南北首脳会談をきっかけに、これはあれですね、キム・デジュンの時ですね。キム・デジュンとキム・ジョンイルの時ですね。2008年まで9億3290万ドル規模の対北朝鮮借款を供与したが、延滞利息だけで、1126億ウォン増えた状態だ。政府は2000年から2007年まで、6回にわたり北朝鮮に米240万トン、トウモロコシ24万トンなど食料借款を供与した。2012年6月に償還が始まったが、今まで1銭も回収できていない。払うつもりないんでしょうね、北はね。6月末基準で延滞元金利息はそれぞれ2億9133万ドルと8098万ドル。北朝鮮が残りの元金まで一度に償還するとしたら8億102万ドルに膨らんだ状態だ。また2007年に北朝鮮に衣服、履物、石鹸生産に必要な軽工業原材料を供与したが、8000万ドルのうち 3% だけ回収した。回収できた 3%、240万ドル。2014年から償還することになっていたが、元金と利息が滞り、未償還金額は8603万ドルに増えた。2002年にはキョンウィ線、トンヘイ線の北側区間鉄道駅舎を建設するのに必要な資材と装備、1億3290万ドルを供与したが、した。しかし工事の中断で借款金額は最終確定せず、償還日程も決まっていない。まあ、以下ありますけども、この辺しときましょうか。要は、南がですね、善意で借款を出したり、援助をした、金額、ものに対して、これ償還してねと、要は返してねと、いうことをですね、ほぼ実行していない、というのが北朝鮮ということですね。まあ、要は約束を守ってないということですね。まあ、約束を守らないっていうのは、半島の人たちのお家芸ですけども、まあ、これはあれですね、半島のみならず、中国大陸の連中もですね、ロシアもですね、ほぼ守らないですね。
あれはもうなんて言いますかね、あの守って都合のいい時は守るけど、守らなくて方が自分たちに得だと思えば守らないわけだ。その結果信用を失ってですね、ロシアも中国も長い長い停滞の期間がありまして、まあ、ロシアなんてまだ停滞してといっていいぐらいのもんでございますね。だからロシアから物を買う、中国から物を買うのはそう問題ないわけですよ。物をもらって、よければ金を払うということですけども、物を売るっていうのはものすごいハイリスクなわけですね。特に北朝鮮というのはですね、まあお金がないだろうし、約束を守る気もないし、しかしよくもね、韓国のオスチョシ政権がですね、北にこれもあげる、これもあげるって、これも返してあげるとかってやったもんですね。で戻してもらえない、まあ、金額はね大したことないですよね、2000億いかないぐらいですから、まあ、国家規模としては大した額ではないんですけどもただあの北朝鮮ってのはものすごい、ね、貧しい国なんですね。あの国家予算が、年間の国家予算が600億円ぐらいって言われてますけど、そう考えるとですね、この援助額1200万ぐらいですか、滞っているのは、まあですね、北にとってはあれですね、そんなに小さい額ではないですね、1400億円ですか、1440億円、まあ、小さい額ではないんでしょうけどね。まあでもアホなことしてますねあの送る方もそうですしね、返さへん方もそうですし、まああの人々らしいといや、あの人々らしいわけですけど、やっぱりね、左派政権、前のムン・ジェインもそうですけど、その前ありましたね、ノムヒョン政権ってありましたし、キム・デジュン政権ってありました。左派政権の時に大体こういう間違いを犯してるわけですねで、右派政権で保守系の政権でもですね、まあそんなに変わらないじゃ変わらない、まあただむやみに北に物を送ったりはしますよね、保守系。今のユンさんは保守系ですね、むやみに物を送ったりはしていないんですけども、あの今のねお隣さんの野党、共に民主党の向こうにはやっぱり北の影がちらほら見えますね。あのあんだけ処理水問題をギャギャギャ騒いでるのはですね、北からの指令もあるようなんですね。あの会談広めようと言って、要は、北にしたらですね、お隣さんと我々がですね、日本と韓国の仲が悪くなればそれだけ北の利益につながるわけだって、だからギャン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 やらせたいんですけども、ユン政権が乗らないというか、あんまり取り上げないわけであって、ちょっと不発に終わったかなという気はしなくもないですね。まだですね、放流が始まった、始まってはないんで、始まってからまた彼らがどれくらい騒ぐかということですけど、まあなんとなくもうそんなに大きな騒ぎにはなりなさそうな気がしますけどね。まあただあの人たちってよう分からない、いまだに私はよう分からないところがあって、その科学ではないところのね、エモーションを重視するでしょう。そのエモーションのところがですね、いまだにこうどこを押せばどうなるのかっていうのはですね、よくわからないところがあってですね、まだ完全にですね、もう何も起こらないのかというようなことにはならないと思います。つまりまた狂牛病騒ぎとかね、サード騒ぎのようなことがですね、お隣さんで起こる、ろうそくデモのようなことが起こる可能性があります。まあなんせね合理的ではないんでね、合理的、最終的に合理的に動く人たちであればですね、予想がつくんですけど、つかないね、あの人たちは。まあいいんですけど、とりあえずですね、北に物をですね、貸してあげると言ってもですね、それ絶対返してもらえないというのがですね、鮮明には分かったなというのがこの借款問題でしょうね。多分もう1円たりともですね、1ウォンたりとも、あるいは1ドルたりともですね、戻ってこないのは確実でしょうね。北の政権が壊れたら知りませんけどね、あんま壊れても戻ってこないでしょうね。だから北を援助するというのはですね、甘い顔をするというのはですね、経済的には何のあれもないということですね。はい、ということでございます。この中央日報ですね、今どうでしょう、7割8割読みましたけども貼っておきましょう。
韓国北朝鮮からの未償還残高1兆3326億ウォンという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。